甲子温泉は、福島県西白川郡西郷村にある温泉。国道289号甲子大橋から、阿武熊川の谷底へ細い道を下った先に、一軒宿の大黒屋がある。大黒屋の駐車場を抜けた先は、甲子だけへ向かう登山道となっている。この登山道はかつて国道289号の自動車通行不能区間だったが、 全国に散在する同様の区間の中で唯一、国道標識が建てられていたため、国道マニアの間では、登山道国道として有名であった。2008年9月の公私道路の開通に伴い、国道の指定から外れ、即日標識も撤去されている。1970年の国道指定当初、大黒屋の所有地の一部が測量ミスにより、国道の一部に組み込まれてしまったため、 甲子峠のバイパス開通時に正式に土地を変換するまでの間は国道であることの証明として国道標識が建てられていたものである。1384年に終夜総生によって発見されたと言われる。名称はこの都市が江戸で甲子であったことにちなむ。江戸時代になってから元合津藩の浪人によって温泉宿が開かれた。松平定信もこの湯を好み。 この地に別荘を築いた。1961年には、この地から温泉を引導して、新興市温泉ができた。大黒屋では、これまでの記念に登山道に建てられていた、国道標識の引き取りを申し出たが、役所からは断られたという、ありがとうございます。